中国語聖書、マキレイ聖教マキレイ聖教は、クリスチャンコミュニティバイブルの流れを組む中国語聖書で、1999年に完成した。中国のカトリック教会で採用しているところが多く、中国のプロテスタント教会で広く使われている和合本と並んで、中国で最も広く読まれている聖書である。マキレイ聖教は、クリスチャンコミュニティバイブルの流れを組む中国語。 聖書である。クリスチャンコミュニティバイブルはもともと万人が理解しやすい聖書を目指して1960年に始まり、これまでスペイン語版、フランス語版、英語版などが作られ、特に第三世界、発展途上国で広く使われるようになってきた。中国語への翻訳は1991年に始まり、1999年に完成している。中国用の艦隊アザ版と、 中国以外用の反対アザバントがあり、前者の印刷は愛徳基金会の愛徳印刷会社で行われている。用語は中国語、おもうか制御などに使われてきたカトリック用語が使われていて、中国のカトリック教会で採用しているところが多く、中国のプロテスタント教会で広く使われている和合本と並んで、中国で最も広く読まれている聖書になっている。 署名はこれまで広く使われてきた中国語、もうか聖教に習っている。比較、和合本聖書の内容各所に多くの解説が書かれているが、必ずしも中国天主教愛国会の見解と一致しているものでないと言われている。ありがとうございます。